こんにちは。私は今ダイヤモンドプリンセスのですね、12階アロハデッキの自分のお部屋の前にいます。 A330 のお部屋ですね。ダイヤモンドプリンセスでは12階とかそういうふうに言わなくてですね、それぞれのデッキに名前がついています。ここはね、アロハデッキで12階です。この船はですね、13階がありませんので、ここの1階ワンフロアね、上に行きますと14階になります。14階のリドデッキというね、ところまでここから歩いていきます。ではこれから上に行きます。こちら側がですね、屋外のプールになります。こっちが屋内のプールですね。すごいいい天気です。ですね、では屋外プールに行ってみます。もですね、使いたい放題。こちらにね、綺麗なタオルがこんなにたくさん用意されています。でこちらには使い終わったタオルをね、置きます。アイスクリーム屋さんもね、屋外のプールのところにあります。あとですね、あちらに行きますとハンバーガーとピザのお店があります。こちらもね、無料でハンバーガー、ピザが食べることができます。こっちがハンバーガー。こちらがピザです。ではね、ここの階段からもう一つ上に行ってみます。すっごくいい天気で、すごい綺麗です。選手の方に歩いていきます。
シアのウラジオストクの方で向けて、走っています。大麦の人はあるんでしょうね。今ですね、選手のところに来てるんです。ここはね、すごい風で面白いくらい、こんな風で髪の毛が鳴っちゃいます。すごい。意外と知られてないのがスポットかもしれません。ここはね、ちょっと外からは見えにくいんですけど、ジムになってます。ですね、屋外プールのところにいるんですけども、これからですね、屋外プールから屋内プールを通り抜けまして、バフェ食べ放題のね、レストランの方まで歩いてきます。お昼時なので結構なんか混んでますね。
見てもう見事ってんだから14階のバフェから、一番船のですね最後尾の方に向かって歩いていきます。ですね、船尾にあります、あの小さなグラスプールになりますね。12階になりますね。今私がいるところは14階のリドデッキなんですけれども、ここから1階あの階段を降りていきますので、ここが12階のアロハデッキになります。ここから、ね、あの降りてアロハデッキの方に入っていきます。ここがね、12階のアロハデッキになります。こちらのプールはアダルトオンリー、大人専用プールです。